かないです。はい、ブドウライダーみっちゃんねるの佐藤です。これはうちのおふぐろが作ってくれたひじき入り。こいつをつまみに仕事と練習で疲れた体をビールで癒していきたいと思います。今日のビールはキリンのラガー。真空のファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。トゥトゥ怒りの重心ラガー。いやん、それ重心ライガーですやん。はい、そんじゃま、はざま、乾杯。言うとりますけど、いつの間にかプロレスラーのライガーは重心サンダーライガーってめちゃめちゃ長い名前になってたけどね。ライガーとしてのデビュー当時は重心ライガーだったように記憶してんだけど、その辺ちょっとまあ曖昧なんだけどね。まあ調べるほどのことでもないのでね。今俺は仕事で嫌なポジションにつかされてるっていう話をしたと思うんだけど、それがやっぱほんと嫌でね、毎日ため息ばっかりついてたんだけど、これじゃいかんなーってずっと思ってんだよね。ということで、これからはどんな辛い時でも楽しく生きていくようにマインドを変換するっちゃね。もともと俺は冗談の一つも言えねえ真面目人間ではあるけれども、これからはギャグと冗談とダジャレしか言わねえ面白人間に変わっていこうと思います。どんな困難をもシャレを言いながら笑っておしゃれに乗り切る、そういう男に生まれ変わるぜ俺は。でもあれだよね、困難な時っつのは困難がまた重なるもんなんだよね。よりによって腰痛で苦労してる時にさ、まだまだ仕事でも苦労させられるとは思わなかったのね。俺の困難について、その昔よくテレビに出てた泉厚野っていう占い師に占ってもらったとしたら、きっと彼女はこう言うだろうね。困難出ましたけど、まあ俺の話はネタが古すぎてなかなか人に伝わんないんだけどね。分かる人にだけ分かればいい、そういうスタンスです。わんぱくでもいい、たくましく育ってほしいみたいな。それは違うか、違うかーっつって。どうでもいいけど、おふぐろが作ってくれたひじき入りめっちゃうまいね。ビールにもよく合うわ。さすがは俺のおふくろ。おふくろさんよ、おふくろさん、空を見上げりゃって、こういうとこの歌のセレクトも古くなっちゃうんだよなーって思うみっちゃねるの佐藤でした。